はい、どうも皆さん、こんばんにちは、こうです。それでは、前回の続きをやっていきまーす。まあ、前回は、悟空の、ナメック星出発、で、重力の修行、そして、ご飯たちのドラゴンボール集め、という感じでね、交互で、変わっていきましたけども、今回はね、悟空の修行から、始まります。まあ、100倍のね、修行が残ってますので、やっていきたいと思います。で、前回の動画でね、まあ、レベル23し、もしくはね、まあ、30近いところまで、レベル上げるんじゃねえかって言ってたんですけどね、もう全然レベル18ですよ。もう嘘つきすぎだよね。まあうまくね、 Z と2のカードでね、勝てればまあ本当にね、23し、まあ、25くらいいけるんじゃないかな。まあ私の引きの弱さでね、全くもってね、レベルが上がらないという形になります。まあ早速100倍やっていきましょう。おー、行ってるそばから2が出たので Z を使います。これでね、3倍経験値3倍もらいます。こんな感じでね、うまく出せればいいんですけどね、出ないんですよ。私の引きじゃ無理です。こんな感じで1とかね、3枚で勝てるか、無理だ。100とかね、食らうってね、相当だよ。もうどんどん、もうサクサクと勝っちゃいましょう。もうね、できれば Z が2出てほしいんですけども。ああ、いいねいいねいいね、よし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 、いいよ。まあ、とりあえずレベル21ということで、僕の修行が終わりました。お、で、今度はね、ピッコロの修行ですか。同じ重力ということで、じゃあとりあえずやってみましょう。はい、10倍。で、悟空と一緒ですね。悟空の修行と同じ、ルールになっています。はい、まあ、これでいいかな。全然こっちの方が経験値もらえるしね、10倍なのに。意味がわからない。100倍の方がもっともらえるんじゃねえかなって思うんですけど。1万8000でしたね。1.5 倍で。あー、こういう時に限ってね、2がない。すごい稼いでますけど。Z と2だったらもっとすごいことになってたんじゃないかな。1、3枚で勝負。無理。おぉ、3枚、無理。サクッと終わっちゃいましたね。ピッコロの修行も。まあまあまあ。今度はご飯たちの、場所になりますね。今度は最長老の家ということで、まあ、この上なんですよね。はい。ここですね。あ、で、ここに、岩があったんですけども、なくなってるので、これで最長老の家に行けるという形になります。ではまあ早速ね、向かっていきたいと思います。で、レベルが16か。どうなんだろうな、最長のところに行ったらなんかボス戦みたいなのがあるのかな。どうなんでしょうか。16か、どうだろう。ちょっと不安なところもありますね。なんでちょっとね、レベル上げをしていきましょう。大いにしてね。まあもう、激震フリーザはね、この修行マスを使う必要性はないので。
この味でね、もう1010も戦えば、フィギュチをもらえますから、もう修行マスなんてね、必要ないわけですよ。まあ、修行マスも同じようにね、重力のやつと同じようなやつだったらいいんですけども、違うんですよね。そこら辺も変わってないですね、強襲再現と。まあ、とりあえずはレベル上げをしていきたいと思います。はい、ではね、レベル上げが終わりました。で、レベルが20と。こんな感じになります。ではね、早速、最長老のところに行きたいと思います。その前に、エンカウントをね、少なくしないと。では、最長老のところに行きましょう。到着しましたね。ということで、ザーボンとの戦いになります。で、レベル20だったのが21になったやつがありますね。おそらく最長老によって、経験値をね、得た形になるのかと思います。うん、でベジータ強いですね。なんで、どうしようベジータを、先行しようかな。
ベル20だと結構、楽に倒せそうですよね。はい、これで、ザーミンを倒しました。あ、そうか。ザーミン変身できるんだもんな。もう一回叩かなきゃいけないのかな。はい、二回目となります。で、今度はザーミン一人なんでね。どうしようかな。一回全回復させたいと思います。では、どんどん攻撃してね、倒していきましょう。あ、スカウターを使って、体力をね、見ましょう。で、ベジータのギャリック砲ですね。今度1200ですか。やっぱ変身するとザーモン強いですね、攻撃力が。
ます。ザブンを倒すことができました。経験値は同じなんですね。7500、さっきの7500だったかな。お、戦隊、となります。とりあえずね、ここで一回終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。